リニア生産式を行います。生産式はイエス様の十字架の死を告げ知らせる式です。こちらの教会では、イエス様を私の救い主、僕の救い主と信じている人、また洗礼を受けている方、また洗礼を受けたいと願っている人がこの生産式に参加することをお勧めしています。それでは生産式のためにはじめに共にお祈りをしていきましょう。愛する天のお父様、愛する主、少々お待ちください。どうしようかな、かけがどっちに入っているでしょうか。お祈りします。天のお父様、主神様、この生産式をありがとうございます。この生産式を通して一人一人にイエス様の恩主と御体の恵みを表してください。今日も感謝します。イエス様の皆によって感謝していただいたします。今日は生産を受ける前にお一人一人心の中で結構ですから、神様の前で悪いことをしてしまったということを思い出したら、神様ごめんなさいと心から謝るとき、悔い改めのお祈りの時を持っていきましょう。ブチコとサルブよ。愛する天の父様、これらの悔い改めの恵みを感謝します。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。それをこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。それではイエス様の尊い御体をいただきましょう。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。それではイエス様の尊い血をいただきましょう。Thank you.
こちらでさせていただきます。愛する天のお父様、愛する主様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様の十字架による救いを心から感謝します。イエス様の尊い名前によってお祈りします。アーメン。